セスントベリー・マクファーレンは、アメリカ合衆国の俳優、声優、アニメーター、脚本家、コメディアン、プロデューサー、映画監督、歌手である。テレビアニメ、ファミリーガイ、アメリカン・ダット・ザ・クリーブランドショーの作者として知られ、またそれらの番組で、多数のキャラクターを演じている。2017年からは、SF コメディドラマシリーズ、宇宙探査官オービルで、主演、制作、 監督、脚本を担当している。2013年2月24日に開催された第85回アカデミー賞受賞式では司会を務めた。1973年にコネチカット州の小さな町ケントで、父ンと母、ペリーの長男として生まれる。妹レイチェルは後に声優、歌手となる。父ンはマクファーレンの代表作である。 ファミリー外でナレーションを務めたことがある。ロードアイランドスクールオブデザインでアニメーションを学び、卒業後はハンナ・バーベラ・プロダクションでアニメーター見客本家として働く。2001年9月11日、ロードアイランドの母校での公演を終え、ロサンゼルスに帰る飛行機として、アメリカ同時多発テロ事件でワールドトレードセンター北東に突入したアメリカン航空11便に乗る予定だったが、 旅行会社の手違いで出発時刻を30分、遅い時刻で教えられていた上、前日に酒を飲みすぎて二日酔いだったため飛行機に乗り遅れ、事件に巻き込まれずに済んだ経験を持つ。2013年2月24日に開催された第85回アカデミー賞受賞式では、司会を務め、高視聴率を稼いだが、人種や声援をネタにしたジョークが様々な方面から批判された。 これを受け、受賞式の司会を再度引き受けることはあり得ないと発言している。ありがとうございます。